はい、おはようございます。釣り子 TV です。ルアーを一つ買ってきました。これ霞デザインのウェイクチャター、これを買ってきてみたんですよ。これがですね、ずっとブログとかで読んでいてアイデア満載で非常に気になるなと思って、で、まあ、今年のテーマにチャターベイトを覚えたいなっていうのもあるんで、いろいろチャター買い比べてみようかななんていうふうに思ってるんですけども、価格が1200円、で裏に説明書きもありますけども、まずちょっと開けていってみますかね。で色がメッキザリっていうから買ってみましたよ。丁寧に入ってますね。はい、いい感じの、すごいいろんな専用の部品が、これですね、これがこう底を根がかりしづらく、あと姿勢を安定させてっていうことで、スペシャルなこういうパーツと、あとチャターのこのブレードと、わあ、専用パーツふんだんに使われていて、結構作るの大変そうですね。でラバーは非常にこんな感じの張りのあるピーンとしたラバーで、ついておりまして、だからこう、あ、もうベタッと立ちますね。こう、平らなこの面が思いのほかですね、安定してドスッと、でこの重りも下のところが削られていて、こう半円状になっているんで、下の方に重さが集中しているんでベタッと置きますね。で針の角度が結構、この見えるかな、板に対して結構上の方に向いているんで、下にポンと置いたら爪をグッと持ち上げるような、か爪っていうのかな、まあ何をつけるかによると思うんですけど、これここのブレードがなくても、これだけでもなんかフットボールジグじゃないけど、なんかすごい姿勢の安定したラバージグとしても使えそうですね。でこれが2分の1オンスっていう重さを買ってきてみました。で赤い色で、まあ、ザリガニをちょっとイメージしたようなカラーでしょうか。でこれに、なんか動画とかで見ると細長いジャバロンみたいなのとかですね、ああいったので使ってるみたいですけど、まあ、ちょっとこれ針取って、自分がつけてみたいのはこれですね。先日からちょっとちょいちょいノーシンカーで釣ったり、しているんですけども、今かつの新しく出たジャバロンネオの97、これをですね、お、結構使ってるんですけど、持ちがいいんでまだ1個しか減ってないんですけどね、これを後ろにつけたいなと思って、バランス的にはどうだろうか、あ、ちょっとちっちゃめになっちゃいますね。でもまあまあコンパクトシルエットで関東とか霞水系でやるにはちょうどいいんじゃないでしょうか。でそういったのにつけるときはこの頭のデルタリップは取ってくださいねということなんですけども、まあまあちょっと今回はまだ、現場で使うわけではないので、この頭のデルタリップは切らないで、使ってみます。でこう刺していって、まっすぐ刺すのむずいですね、こういう長い距離で。ここに引っかかる取れづらいよっていうキーパーがついてるんで、ここまでしっかりと刺してやって、はい、こんな感じで使ってみたいセッティングできました。霞デザインとで今かつですね。でこんな感じで、あ、ちょっと斜め刺さっちゃったんですけど、また現場では綺麗に刺し直しチャレンジしたいと思いますが、こんな感じで逃げる小魚をキラキラキラハとイメージして、でここにこういった部品が採用されてるんで、動きの動画なんかも YouTube で調べるといっぱい出てくるんですけどね、これがこの肩にここが当たって、結構水中でカタ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 ってすごいいい音を奏でているのと、あとそこについたらこう自然に立つよう、でジャバロンの
この蛇腹構造が後ろにあれば、ふわーんふわーんって、誘うこともできるんじゃないかな。ゆっくりと誘うためにできたチャターなんていう風にも説明してましたんでね、ここら辺をプリン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 、カタ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 、ブリ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 っていう感じで、いろんな複合要素で魚を誘っていければななんていう風に、期待しております。で、後ろに説明書きがあるんでちょっと読んでいきたいと思います。スローリトリブに完全対応、ボトムスタックを恐れず果敢に攻める全く新しいチャターベイトが誕生。通常のチャターベイトといえば中層から上層を割と速いスピードで探るイメージがありますが、このウェイクチャターはそれとは正反対なスローリトリーブを基本とします。ボトムのズル引きやボトムバンピングを基本とし、チャターブレードが振動する最低スピードで行うスローローリングをおすすめします。そしてハンドル回転速度を速めることによって自らバランスを崩し、トリッキーなアクションを生み出すことに成功しました。さらにステイしても倒れない独特のブレード付きヘッドがあらゆるストラクチャー攻略を可能に、新しいチャターベイトの世界へお連れします。で、推奨トレーラーワームが OSP のドライブスティック 4.5、 ドライブシャット、ジャッカル社アイシャット 4.8、 デプス社デスアダー、5インチ、今勝社ジャバシャット 4.5、あとはおまたスティック4と、だいたい4インチから5インチぐらいまでの、トレーラーをつけるの推奨ですよっていうことなんで、これだとちょっと小ぶりかもしれないんですけども、まあこういったコンパクトシルエットでいろんなところに投げ込んでみようかななんていうふうに。で、結構再三にわたってスローリトリーブで使ってくださいって書いてあるんで、まあゆっくりめに巻いてぐるぐるちょっと早巻きした時にガビガビってちょっとチドるアクションを出せるっていうことなんですかね。何にしてもまあちょっと投げ込んでみないと、どんな感じかといったところなんで、これからこういった横の動きにも朝夕の活発な時間には、追いかけて食うなんて、あとボイルなんかも徐々に日によっては起こるようになってきてますからね、そういった時にこういったの投げて、ボイルフィッシュなんかも横の動きで狙っていけたらななんていうふうに、期待しております。というわけでですね、この実際投げるセッティングでちょっと重さの方を測っていきたいと思います。これは、2分の1オンスにジャバロンネオの97をつけた状態ですが、何グラムでしょうか。24グラム、24グラムですね。結構重量級な、自分の使うルアーの中では重めな、セッティングになっているんで、24g を快適にってことは、ミディアムヘビー MH パワーぐらいの 6.6 から7フィートぐらいのロッドがいいんですかね。ちょっといろんなロッドで投げてみて、あ、自分の持っているラインナップだとレジスタのスイムベイトを投げるミディアム H パワーの竿があるんで、そこら辺で合わせてみようかななんていう風に考えております。あとは H パワーなんかでもいいのかな、ちょっと、どんな感じかいろんな竿でとりあえず投げてみて、一番使いやすい、何にしろ結構こういうの針丈夫で太い針ついてますからね、あんまり柔らかい曲がり込んじゃう竿だとスピナーベイトと同じで、せっかく食ってきてもこれがかかんないとか、薄皮1枚に乗っかってるだけでジャンプ一発でバレちゃう、最初のパコーって食った時にグッてこの太い針がねじ込めるような竿じゃないと、いけないのかななんていう風に考えますんで、ちょっと固めの竿から、試していって、でこの振動をブリブリ感じながら巻き倒してみようかななんていう風に考えております。はい、というわけでですね、本日はこちらのカスミデザインのウェイクチャター、これを買ってみたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。